開封の儀いきたいと思います。リョーマン、はい、おはようございます。てんてんです。ということで本日4月の27日ですね、プレス弥生大店さんでの実践収録でございます。抽選がなんと5番だということで、天然取れちゃうんじゃないかなといった気分なんですけど、我々は消費しちゃってるんですよね。うわー迷うねこれ。あ、こっちにしようか。はい、ということで角2の天然からスタートしたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。てんてんです。ということで本日4月の27日プレス弥生大店さんで1枚ミッションします。ごめんなさいな、僕初打ち天然初打ちなんで、ちょっとあんまりわかんないですけどね。とりあえず祝宴チャレンジ入れたらいいっていうのは、なんかフリーズとかなんか月下攻めとかいろいろ特化ゾーンみたいなのがあるのでね、1ゲーム目から負け物なんかその辺を引けたらいいのかなとか思ったりしちゃってるんですけどね。でももう一人の僕は普段なんか天然を結構打ってるそうなので、まあやっぱもう一人の僕って言っても脳内は同じなのでね、見た目が違うだけで脳内は一緒なので、知識はねそのもう一人の僕から聞けたらいいのかなとか思ったりしてるんですけどね。とりあえず朝一はですね、サマイ1000枚が狙えるっていうのと、テーブル優遇、あと試験ポイントリセットかかってると思うので、まあ朝一チャンスなんですよね。どれだけ早く当てれるかと、言った感じでございましょうか。天然の動画をミリテレのチャンネルで見てる方っていうのは、普通の僕の姿の、ね、実戦を見てる方が多いと思うので、天然で肝をたれ打つねよと言われるかもしれないですけどね、すみません、本当に今日は両番取れると思ってなくてね、まさかの5番だったんですよね。50名60名ぐらい多分いたと思うんですけど、まさかの5番ということでね、もう正直最初から諦めてたんですよ。天然はどうせ取れないんだろうなと思ってカバネに行こうかなとか思ったんですけどね、そういう時に限ってまさかの両番5番ですね。これ設定5なんですか。落ち着いて天然、落ち着いて、よし。なんかね、自分でも決めてたんですよ。やっぱ天然が出たら、ちゃんと打とうかなと思って、キモーター封じてたんですけどね、天然の前ではね。今日初めてやっちゃった。初めて天然にこの姿見しちゃったよ。どう思ってんだろうな。まあ、ツインリス、いや、すごい熱いそれ。弱チェでの、スンプですね。弱チェもしくは謎当たりかな。で、多分兆候でもなかったと思うんで、あ、ちょっと巣に戻っちゃってるんですけどね。なんかすごい熱いです。極み怖い。さすがにないですね。死ぬ。弱チェだった場合は、兆候以外で当たった場合、通常攻撃で弱チェ当選だった場合は同時確定になります。いや、外れからいったんかな。で、1回チャンス目を通常時に引いてて、もともとちょっとモード良さそうだったんで、まあ、B か C にいて、でチャンス目引いて D まで上がっちゃったという可能性もあります。いや、どちらにせよいい要素。はい、181ゲーム1回目のバジリックチャンスでいただきました。駿府城からの当たりだったのでバジリックタイムを笑います。ちょっと朝から噛んじゃって調子悪いんですけど、同直にする。多分弱中ですね。参るぞ、イプソンも怖い。紫同色のランプ黄色、いや、めちゃくちゃいい予想。ゲンちゃんでいきます。これ666人とか出たら設定6なんでしたっけ。ちょっと初めてですからよくわかんないですけどね。はい、ということで投資5本でいただきました。本日一括のラジベースタイム。ちょっとめちゃくちゃ買うな。はい、ということで投資5本でいただきました。本日一発目のバジリスクタイム。まあ、嫁ちゃんのレバーを初めて使うんですけども、一応これね、まだ紹介してないですけども、新しい相方ですね。千年パトル、新年バトルもいるんですけど、今日は嫁ちゃんで行きたいと思います。キリ、こちらがバジリスクタイムというものなんですけども、AT 呪像は 2.9 枚かな、はい、2.9 枚の1セット40ゲームのそうです。で、前作の絆と違うのが、祝宴チャレンジですね。祝宴チャレンジはどうすればいくかというと、祝宴ポイントマックス時、エンディング到達時、3枚プラス1000枚時ですね。そしたら祝宴チャレンジができるんですけども、祝宴チャレンジ成功した場合は期待枚数は3000枚オーバーだそうです。まあ、これ目指していけばいいってことですよね。いきます、1戦目。さらにこの天然になったことによって1戦目に必ず絆効果が点灯するというね、前作の絆とは大違いのスペックでございます。こういう広角、あ、ちょっと待って、あ、私のホタルビさん奪ったんですか。夕方、安定超安定、混沌超混沌。いやー、強地か、巻物強地ですね。あ、帰国収集出てるんだったら大丈夫なんじゃないですか。
天禅さん、今日は一日よろしくお願いします。BC 取れてるのかな、強チリで。あー、消えてないので取れてるです。死ぬ強チリから。あ、めっちゃいいわ。同色降格でも多分なかったんですけども、同色いただいた人数ごめんなさいね、一瞬巣に戻ってしまったんですけども、ん、赤同色のランプ黄色、すごくない ?BC2 回とも全部同色なんだけども、これがオタクの力なのかな。はい、ということで朝一のバジリスクタイムは、3戦445枚です。投資5本なので、まあ、一応サマインプラス150枚ぐらいか。もう一回すぐ当てればね、サマイン戦まで早速祝宴チャレンジというものに行けるかもしれないので、旅の支度来い。では参りです。いや惜しかった。楽しいですね、バジリスク傷やつ天然ブラックエディションというのは。テーブル BCABABD だったので、まあ、モード B でしたね。モード B でチャンス目1回引いたんで、まあ、C 上がってそこで刺したのかなといった感じでもございますが、まあ、そもそも同色だったんで、まあ、モード関係なしで同色の強さだけでいったって可能性もあります。現在10時半ですね。まあ、回し1時間ちょいなんですけども、体感ねありそうな気がする。降格スタートめちゃくちゃするしね。あと別の天然から花火プレート出たということで、設定面もかなり全体的に期待できるのではないかなということで、まあ、僕のもワンチャンあるんじゃないかなと今ちょっと期待しているところです。で、設定はおそらく偶数なんじゃないかなと思ったりしてたり。はい、89ゲーム5回目のバジリスクチャンス、チャンス目2回引いてます。モード差は特になし。あっと両門戦の今締めは解かれた。BT 確定ボイス切る。あ、チャンス目2回で D まで上がってる可能性ありますね、これ。はい、ちょっとハマってしまったんですけども、5回目のバジリスクチャンスでいただきました。本日2回目のバジリスクタイムですね。投資が19本でございます。一旦尿していきたいと思います。はい、ということで尿を出してきたのでいきたいと思います。トゥイントゥイン1戦目、これはさすがにもらったんじゃないですか。中落ち陣を決めていくシル。昼ステージなので尻上がり超尻上がり、混沌超混沌波乱なんですけども、まあ1戦目決めれたのであれば、波乱であってほしいです。いきます。2戦目、尻上がり系じゃなかったっけな、これ。尻上がり要は超尻上がりですね。なのでまあ、混沌がなくなってしまった、絆効果ぶち込んでいきたいと思います。めちゃくちゃ下手です。2241枚。うわ、ちょっとここ伸びる予定だったんだけども、全然ダメだったんだけども。あ、ついにさ、ついにさ、ついにず赤墨の巻物のこの S はもう間違いなく外さないです。いや、間違いなくとか言って外したらなんか炎上しそうなんですけどもね。はい、あ、走る、めっちゃ汁1回目でいただきました、スンブジョン。まあ、1回目のモードっていうのはモード B スタートが一番多いんですけども、まあ、B、もしくは C の超高当選なのかな。チャンス目とかも引いてないんでね、これかなりいい要素でございます。やっぱりね、多分上ありそうなんですよね。はい、ということで1回目のバジリクスチャンス、スンプジョ成功したのでバジリクスタイムをいただきます。投資が19本で持ちメダルが残り175、おなごですねあー気持ちいい、あー気持ちいい気持ちいい。確定系出したいと思います。はい、1回目のバジリクスチャンスでいただきました。本日3回目のバジリクスタイムいきます。トゥインティン、しまって、それは本当にだるいですよ、それは。あ、マジだるい。てんちゃん切りそう。夜単発だる。60ゲーム、4回目のバジリックチャンス、チャンス目1回引いてます。降格中の巻物からです。余裕でランプ黄色。あー、ちょっとね行きそうな気がするんですけども、てんぜんちゃん見たいんですよね。お願いします。
切る。やっぱ入ったな、モードで入ったんかな。いや、リプレイだから同日揃いしてんのかな、ちょっとよくわからないですけどもね、まあ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 といったところでしょうか。投資が、現金投資も30本です。はい、ということで、4回目のバジグスチャンスでいただきました。4回目のバジグスタイム、投資が30本でございます。いきます。ティンティン、なかなか伸ばせないです。4528枚、朝分けばっかなんかな。出発率よ。熱っ熱っ、熱いニズ。待って、超高5ゲーム中っぽいんだよな。でもこれが超高5ゲームじゃなければ、月下殲滅に期待プラス同色なんですけども、あー死ぬ、タイトルクラッシュですね。演出成功でバジリクス殲滅ニズ。いやこれ月下ないか、多分超高5ゲームだったと思うけども、ちょっとすとキモータがフィーバーしてる。274ゲーム4回目のバジリックチャンジュ、どうしよう来い。あー超高でね、超高の共通ベースね。やっぱりこれは見事、赤い色のランプ黄色ですよ。4回目のバジリスクチャンスですね。投資が33本、 OK。 4回目のバジリスクチャンスでいただきました。投資が33本で5回目のバジリスクタイムですね。全然伸ばせないのでお願いします。ティンティン、ジャックティヒーダリズ、巻き物効いたリズ、消えなかったら BC です。あー消えてない、待って、あれ、あ取れてるね、まあ、弱地が巻き物で取れてるです。さらに同色降格の可能性ありです。同色降格、切る、あ同色降格気持ちいい。あはランプ赤なんですけども、おぼろチャンスとか、あひひ姫紫です。次回おぼろチャンスですね。あすごい嬉しいわそれ、ここ伸ばそう。熱いです、熱いです、熱いです。中押し近く決めていく、チル、七様チャンス、あちょっと本当にやめてくんない、すごいことになってきてるんだけど、すごいことになってきてるんで、え、ちょっと待って、すごいじゃん、1、2 2個継続持ってる。いやめちゃくちゃ強いぞこれ、ストック2個持ってておぼろチャンス、そんな展開あるんですか。めちゃくちゃチルなんですけども、7個乗せます。お願いしますおぼろちゃん。あと1個で終了。簡単だな、おぼろチャンスってこんなに簡単に終了取れるんだったっけ。まあ、初打ちだから分かんないんですけどもね。巻物です、確定です。 BC 来い、あすごいうまいや、てんちゃんすごいうまいや。あおぼろく、おぼろちゃん僕のこと好きなのかな。ちょっと被害妄想激しいんですけどもね。宣告通り7個です。これ頑張れば周辺2個ストックできますね。2セット目、複数の継続持ってるしさかな、確か2対3です。気持ちいい数字です、周辺です、お願いします。シナリオがよくわからないんですけど、これ中押し決めていく。リプレイですね、シナリオは謎、弱地引いていく、わチャンス目熱っ、なんか引いちゃえ。間違いなく同色降格なんですよね今。リールタで変態リズ、またしてもおぼろチャンス来て、絆玉二桁の押すとかそういう展開ないですか。
ナイス同色です。シルシルシル。はい、ということで243枚ですね。もう一回溺れチャンス来い。さすがにないです。シャンシンミ、ちょっとまだ早い。祝言落とすのはまだ早い。だいたいこれ決まるからね。ちょっと待って、ちょっと待って、あと2ゲーム。ここで決めます。あ、もう本当に早いって。2000落とし。いやでもね、これ祝言2個もらえるんじゃないかな。4戦目絆効果つくもんね。4戦目、うわー気持ちいいです。2個持ってます。祝言実質フリーズみたいなもん。それはちょっと盛りすぎですよね。シナリオはおそらく安定。待って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 、え、マジキモい、マジキモいんだけど。あ、うわ何それ、何も引いてないんですけども。私すごいブチ切れそうだったところでギリギリセーフ。危な、何も引いてないけどなんか取れちゃった。祝言継続です。5000ミリス。あーミコ、すいません、さっきから何なんですか。ずっと祝言取っても2回目で終わってしまうんですけども、ムカつくんですけども。まあいいですよ、まだバジリスクタイマー続いてるので。6000ミ、次セットから継続率 D 以上なので、これもしかしたら超安定かもしれないですね。あ、待って、その前に、あ、そう、継続持ってんだよね。水地の巫女流れちゃってるもんね。え、これマジでエンディングいけるやつかもしれないです。いや超安定でしょ絶対。ちょっと巣に戻ってしまってます、ブチブチは。いや強い、何しみ、え、いや矛盾だね、矛盾だよ、天然ですだもん。はしみ、尻上がりよ、は超尻上がりだったのこれ。あ、超安定かと思ったら尻上がりにす。つまりここまで来たってことはもう夜以上にす。死ぬにす。あ、違うわ、超尻上がりだ。うわ、やば。8戦目と9戦目頑張れば継続確定なんですけども。あと2戦頑張ればエンディングいけるということですか。しかもその後2戦っていうのは夜ステージなんですけども。これてんちゃん初打ちで来ちゃうかもな、エンディング。大丈夫だよね、大丈夫。ちょっと待って、本当にやめて、本当にストレス。そこで負けたらマジストレス。手かゆくなってきた。え、ダメだよ。あ、ちょっとびっくりしたです。まあ当たり前ですよね。で、なんで超尻上がりかというと、6戦目の時に、天然が出たので開始画面で次セットから、D 以上なんですよね。つまり7戦目から D 以上なんです。そして尻上がりは、何戦目からっけな、尻上がりは9戦目から D なので、そこその時点でもう尻上がり否定なんですよね。で、シナリオが、尻上がりは超尻上がりの資産のやつが出たので超尻上がりということですね。あと1戦頑張れば、エンディング確定でございます。絆降格とかも取っちゃって、さすがにそれは厳しいですね。求人民、怖い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 、安心させてです。あ、ちょっと待って、本当にやめ、無限ホール。あー、天然先生ナイス。赤文字欲しいけども特になし。ここは負けられないですよ本当に。天然先生でどうにか押し切ってくださいです。いやー、ね、でも本当にやめて、ね、本当にやめ。めっちゃ大パンしたい、めっちゃ大パンしたいけど抑えて。てんちゃんいい子だから、てんちゃんいい子。今超尻上がりっていうのが選ばれたんですよね。あれ、そうだよね、ここを勝ってれば継続継続継続だったんですよね。落ち着いて、何置きですね、ありがとうございます。
謎渡りリズム。いやこれね兆候の感じは今しないので、まあ、5ゲームの可能性もありますけどもね、同色のチャンスなんじゃないんですか。はい、9ゲーム謎当たりで2回目のバジリスクチャンス、同色こいと。マジであるマジで上みたいな挙動してるんですけども、はい、2回目のバジリスクチャンス、同色からいただきましたね。本日6回目ぐらいのバジリスクタイム、ワンチャンちょっと頑張れば3枚狙えるので、3枚プラス1000枚狙っていきたいと思います。ニューニュー、いやーもったいなすぎるって。せっかくの波乱で絆効果がバコバコついてたのに関わらず4518枚ですね。まあ、プラスになってるので OK です。その3枚で言ったにもプラマイゼロラインですね。ここから1000枚出せば祝宴チャレンジでございます。もう1回いいボイス来い。うわ嬉しい、何を切りず。行くにず、正直無理だと思ってましたけども、1回目のバジリックチャンスでいただきました。本日7回目ぐらいのバジリックタイムですね。お願いします。天然来ちゃえ。すいません、夜巻き多すぎです。つまり、まあ、夜巻きが多いってことは偶数なのかなといった感じでございますね。でおそらくこれも朝掛けだったのかなと思います。なので、まあ、設定は4が濃厚かなと僕は思ってきましたです。あはボイスを押すの忘れた、うざ。はい、ということでお隣さんの代が祝宴チャレンジ行ったので、代行依頼来ました。ちょっと待ってうわーすげえ、祝宴ポイント中っすね今の。いや結構今のでポイントマックスに近づいたりしないかなとか思ってたりしちゃったり、まあ、ここは BT 入んなくてもいいんですけども、すごい溜まってるしさ多い。うわーここまで来た、さっきの中で一気に来ましたね。さっきまで、ここだったんですけども 1,2 段階進みましたね。いやーあるぞこれ、あと、1と2、あと2段階です。あー6908枚に難しい、ちょっと見せ場なくない今日。では参り、あー胃がスタート、単発ですよね、単発なので祝宴ポイントめっちゃ濃い、めっちゃ来て溜まりきっちゃって爆発ないでしょ。怪我に、ごめんなさいね、憑依抜けちゃったんですけども、怪我に送りした章です。いや多分章ですね、この次に中があって、で台が画面全体なんですけども、まあそれ溜まってると思うんですよね、ここまでも来てたので。で今さらに祝宴ポイント獲得したので、この次のビーチ若干ですが、期待できます。まあじゃ本当に若干ですけどもね。あ写真撮るの忘れちゃった、まあいいやなんか久しぶりに憑依した気がするな、展開があんまり何もなかったね、ずっとなんかシラフでいたんですけどもね。270ゲーム2回目のバジリスクチャンスです。もう祝宴来ちゃってもいいんだよ、紫来い、赤です、ビタ星、赤い色のランプ黄色ですにする。汚れのアフレーション演出なんですけども、結構ね周りのフォロワーさんとかと話してると、あのアフレをね確認できるとまあそこそこ近い感じなんですよね。結構ね小でも中でもあふれさえすれば割とすぐいけるイメージです。なのでもうちょっとなんじゃないかなとか思ったりしちゃったり。29ゲーム6回目のバジリスクチャンス、降格中の巻物からです。あー来た、ついに来ましたリズ、ちょっと待って、やっとだ、やっと来た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 。ここまでだったんですよ、ずっと、あー、ひょい、ずっとここまでだったんですけども、急に来ましたね、やっぱり先ほども言ったんですけども、祝宴のアフレッサーが出たらかなり、近いのかなといった感じでございます。てんちゃん、ここが今日一の見せ場です。お願いします。
ちょっと待って、写真撮る。あー、ちょ、写真撮ろうとしてなんですけども、お願いします。あの、今日何も見せ場特にないんでね、ここが最大の、決めどころ。ちょ、日本語うまく喋れなかったんだけどね。30ゲーム仮想とかいらないです。レイヤー級で強行突破です。あーっと、僕のパートナー使うの忘れてたと。嫁さん召喚。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいです。見えないんだけど。キモータじゃダメですってことですか。シクエンチャレンジはキモータでは通させてくれないってことですか。天然殿、ちょっと怖いんですけども。18ゲームなんですけども、あと12ゲームもあるし、カット1個しかないんですけども、巻き物チャンス目。あと9ゲーム、あと8ゲーム、あー怖いです。あと7ゲームです。いける、いけるかもしれないです。あと5ゲームです。あ、4ゲーム、怖い、マジで怖い。3ゲーム、2、これはもらった。シルー、いや、巻物引いた、巻物引いた、すごいことになってる。まあ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 、まあ、祝宴通すのは正直当たり前だと思ってたので、ここから激闘シナリオ、10人状態来るので、はい、行きます。さーて、ダンジョーさん行きますよ。1戦目、あーっと、これね、絆降格テーブル2セット目がレベル4のやつ多分選ばれてるな。なんでどちらにせよ勝利は確定してるので、次おごるチャンス飛んできますね。めちゃくちゃ熱いぞこれ。10人状態決めたらなおさら、あ、違う、めっちゃ白くなった。10人状態決めたらなおさら白なんですけども、10対7ですか。ナビなし行為、絆降格は2つですね。お願いします。シャカナネマオン、え、もらった、え、これもらった、え、マジでもらった。巻き物っすね、中1角。2度目の正直ってやつですよね。1回目はチャンス目でなんか調子乗ってたんですけども、2回目次巻き物決まるんですよね。シルー、いやめっちゃ舐めてんじゃん。すごい舐めプされてるんですけども、やられちゃいそうな。いいっすよ、おぼろチャンスもらえるんで、全然月下殲滅とかいらないです。まず BC は取れてないんですけども、1戦目玄之介だったので、ここから、おぼろチャンス入ります。シルー、目標8コースね。マジ調子乗ってるお前。2戦目、まあいいっすよ、1個もらえたんでね。ティンティンです。祝宴の代行を、いただいたので、僕決めたいと思います。ずっとお隣さんで頑張ってくれたんですけども、投資5万8000ね、これ本当にかかってるんだよね僕に。絶対に決めてあげたい気持ちしかない。もうずっと僕と同じ展開だったんですよ。もうもみ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 、まあ、こっちの方が多分広かったんですけど下がってたんで、で祝宴開放するまで一緒にね、頑張って打ってたので、もう任せてくれと、誰だと思ってんだって。まあ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 、まだ大丈夫。ちょっと待ってです、あと1回、緑ワンチャン、緑ワンチャン、いけ。はい、祝宴ポイント、祝宴チャレンジの対抗失敗しちゃいました。
最初カットしようと思ったんですけどね、実はこれ2回目なんですよね。今日あのもう右側のフォロワーさんの方にも、代行依頼、お願いされてあの外してるんですよ。ちょっとまあこれ使わないようにしようかなとか思ったんですけどもまあ2回外したらさすがに使わざるを得ないですよね。2人の命を犠牲にしたわけですからね。本当に申し訳ない。肝当たり代行はダメですね。右の方の祝宴外して左の方の祝宴も外して自分の祝宴だけ成功してる、これ罪深いですよね。ちゃんと償いたいと思います。うわー、ナナネズ、イグネズ、まあ、13戦目もともと継続確定なので、まあ、12戦目で BC 取れて13戦目の継続確定で1つ、14戦目の、ストック分で2つということですね。白波なんですけども、なんかすごい祝言してくれてるんですけども、誰が祝ってくれてるんですか。読みにす、ヒルあ、負けそうです、これすごい負けそう。なんかね、2400枚らへんでね、大体終わっちゃうんだよね。そういうのあるのかな、よくわかんないですけど、まあとりあえずこれだけ出てくれたからありがとうございます。はい、ということでエンディング終了が道ですね。2503枚の17戦でございます。今が責任の恨みを晴らすときじゃ、ここからですね、祝宴チャレンジ、もう一回できるということでですね、リアクこれどう、ダメだよね。まあ成功期待の 50% オーバーでしたっけ。はい、ということで32ゲームですね、祝宴チャレンジ2回目です。まあ決めて当然だと思ってますよ。肝当たりもしっかり決めれるとこを見せたいと思います。死ぬ死ぬ、成功期待の 50% オーバーですね、巻物チャンス目強チリ 50% で成功でございます。弱チリが 6.3% でしたっけ、共通ベルが約 10% でございます。天然さん、お手柔らかにお願いします。青ですか、青ですか、まあ、まあ一つ目なんでね、全然 OK ですよ。あ、中一角決めていく。おっと、またしても危ない展開が来ましたね。残り15ゲームでございます。カットインは一つ、さっきこの状態からね、30ゲーム完走をいけたので、まあ、まだまだ可能性はあるといった感じでございます。さらにね、この追ってる、肝当たりはもう打たないわ、めっちゃダメ、めっちゃダメ、肝当たりダメ。なんかやっぱり愛が届いてないんだよね、多分肝当たりだとね、初打ちですしね。はい、悪あがきして3連でした。まあしゃあないですよね、シナリオは浅がきですね。で今サマイがプラス300枚ぐらいですかね、正直に、追った方がいい。何置きはちょっとおっちゃんたん、ピジョンポンちゃん、何置きだったらおっとがいいよね。けどここでもう勝ち逃げ、ああこれシーンっすね、追います。あーモード D いますね、おそらくリプレイで後期、なんかねチャンス目めちゃくちゃ引きまくってから、エースが静かになったんですよね。それってつまり、モード C にいたんですけども、モードが上がって D に上がりました。C の方がね、降格移行とかしやすいので、まあ、ちょっとおとなしくなったなってことは D まで行っちゃったんだなっていうことですよね。あとはやっぱりオカルトなのか、そういう解析理論がしっかりあるのかわからないんですけども、やっぱり前作の絆2からだったんですけども、モード D は本当にハマります。もう見てください、ゲーム数天井。はい、339ゲーム、1回目のゲーム数天井です。あ、1回目のバジリスクチャンスです。なかなかにあるランプ緑、チャンス目を3回引いたのと、何かが起こる予感だ、元から新スタートだったと思うんですけどもね。でそのうちの3回でのどれかでモード D まで上がったと思ってます。はい、ということでサマイが、プラス1000枚狙えるところからマイナス200枚ぐらい、少なくなってしまいましたね。だから1200枚ぐらい出そうぐらい出そうぐらい出そう、ええええ
え、すみません、あの動揺が止まらないんですけど、ででででで。もう一回石君行っちゃうぞ。ノラ天然ですね、激闘は無限です。いや正直ここでまあどうせ伸びないんだろうな、今日実戦やめようかなとか思ってたんですけども、さらに上乗せということで、ね、さらに大勝ちへ向かう。あ、もう日本語喋れないです。1戦目、2戦目です、3戦目です、4戦目です、5戦目です、6戦目です、7戦目です、8戦目です。あやったです。サマイあと200枚ぐらい、めっちゃやってるぞ。ね、8000敗北。まあいいですよ、何を切れてるんで。もうちょっと追ってみたいと思います。いやーもったいないな今の。ああサマイあと300枚です。うわちょっとすごいやめづらいんだけど、さっきから何なんです。いや10時の電車が終電なので、ちょっと8時半なんだよね今から。祝宴やったとしても感がちょっとあるんだよね。どうしようかな、やめちゃおう、やめまーし。ソープネスト7428ゲームに対して弱チリが45分の1ですね。まあめちゃくちゃいいってわけではないですね。BC の色が、祝宴抜きで、赤30の、青が24です。若干赤寄りぐらいですね。でテーブル、まあ、13回バジリスクタイム入れて BT 確率が314分の1なので、まあ、設定4に一番近い数値ですね。まあ、やっぱり、最初から4かなと思ってたんですけども、激闘引っ張ってきたりするあたりとかちょっとね5っぽいなとか思ったんですけども、まあ、テーブル5を1回も選ばれず、でテーブル1人がぼちぼち来てるって考えたら、やっぱり設定4のままでいいのかな答えはといった感じです。ちょっとねごめんなさいね、てんちゃんもう疲れて滅びそうなんで、今日はここで、実戦終了したいと思います。めちゃくちゃ頑張りました。久しぶりにプレス弥生大店さんでてんちゃん落ちて、てんちゃん満足です。はい、美味しいビール飲んで、電車で寝落ちするようにして帰りたいと思います。ありがとうございました。初打ち点で楽しかった。はい、ということで、4月の27日ですね、プレス弥生大店さんの店内状況を見ていきたいと思うんですけども、おそらくですけども、天然全死ゴールだったのかなといった感じなんですけども、まあ、グラフだけ見るとねかなり、へこんでる台もあるんですけども、これ僕が打ったやつですね。でここもねゴリゴリのやっぱ4っぽかったなといった感じでしたね。でこの天然が花火プレート出たんですけども、多分ね6だと思うんだよね、ギザギザのやれてない感じ。はい、で花火プレートを今の天然出てたんで、まあ、5、6なんですよ。でここ6号機の絆2ね、もう多分こっちも全死ゴロ、ここもねとあんま回せてないけどね4っぽいんだよね。寝台の段待ちも悪くないですね。で店内も9時になるんですけども、9時になってもこれだけの稼働があるってことはやっぱり何かしらの根拠があるのかなといった感じですね。 RE2 からも5000枚、あエウレカ3めっちゃ綺麗だな、これも多分あるんだろうな。でこう延々カバネリがめっちゃ綺麗ですね、ちょっとナービクな感じを出してます。延々どっちも出てるな。北斗角めっちゃ綺麗、ミミズのバルブレイブ SAO がね昨日今日合わせてかなり出てるな。いやこれも悪くないですけどね、この SAO 悪くないの。1780枚、グラフ綺麗ですね。マージャンファイトクラブ3000枚、あジャグラーコーナー、あアイム29の29めっちゃいい、わ32の31、ハッピーですね、めっちゃいいですね。34の29のマイ5、22の25、ジャグラーもしっかり入ってますね。はい、といった感じで、店内状況、以上となります。普通に強かった、しっかり花火プレートも確認できたし、まあ、僕もね今日は、まあ、最後のちょっとサマイ狙えないのは悔しいんですけども、かなり納得のいく、実戦内容になったのかなと思います。はい、またね肝たり打つ機会があればどんどん肝っぷりを出して寝ないって分かんないですけどね。はい、もうめちゃくちゃ疲れた。
帰ります。ありがとうございました。